みんな戦争で親を亡くしたんだ。うちの親はその前にいなかったけど、二人とも流行り病でさ。すまんな、思い出させて。別にいいよ、もう5年だしな。それからはパンネルの家族が面倒見てくれてたんだ。でも戦争でみんな死んだ。すまなかった。何度も謝るなって。俺だってガキじゃないんだから。もう分かってる。兄さんのことはあんたのせいじゃない。悪いのは帝国だ。あんたを信じた兄さんは間違ってなかったんだ。あいつが勝手に誤解しただけだ。誤解だろうが、誤解だろうが、パンネロがさらわれたのはあんたの責任じゃないか。おい、パンネロがなんだよ。おばん、無事だったか。パンネロがさらわれたな。ゴルスキどもが手紙をよこしたんだ。バルフレアを名指しでな。ビエルバの魔石港に来いとな。バッガモなんよ、ナルビナに言った。あの子に何かあったな。親御さんの墓前に何で報告すればいいんだ。ほら、さっさと助けに行け。空賊っていうのはそういうもんだろう。男の手紙に呼ばれてか。だいたいビュエルバには帝国の艦隊が集結中なんだぞ。じゃあ俺が行くよ。空賊なら飛空艇ぐらい持ってるだろ。送ってくれたら俺がパンネロを助ける。付き合うぞ。え？私もビュエルバには用がある。公爵と直談判か。頼む、送ってくれたらあんたにやるよ。手間のかかる女神ね。さっさと支度してこい。すぐ立つぞ。わかった。
Yeah!